とこのお主、もしお主鱗を持っておいでかい。もし持てば存分に褒美を取らそうぞ。お主よ、我は恋になりたいのじゃ。長い時を育ちと共にある大きな恋、老いぼれぬ恋にの。良き心がけ褒めてとらす。また鱗持っておいでや。そこに行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ、わしなのそこはあっちじゃ。Thank you.
何にやられた？おザル、首が、
千切り、死なぬ者を斬る刀がお主の手中にある。よく見定めてから抜くことじゃ。酒を。おお、赤炉、気が利くな。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らんのか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体。斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。は。行くか、赤炉。ではな。待っておったぞ、オオカミよ。さあ、手を出すがよい。は。これは。おはぎじゃ。千宝寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。うまい。そうであろう、そうであろう。オオカミよ、私のおはぎはどうじゃった。うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな。平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれいとまができたら茶屋でも開くかの。狼殿、よくぞ参られました。酒を持ってきた。あら、龍泉ですね。いただきましょう。まったく。どうした。いいえ、この龍泉を一心様が手に入れると、アシナの城にわらわらと人が集ってきて騒がしい酒宴が始まるのです。そういう時は道元様を置き去りに城の裏手など散策しておりました。城の裏で何を。そうですね、源の渦を。それは何だ。遠く源の水の流れいずる方角、そちらの方に見える大きな渦雲です。渦雲は雷をまとっています。源一郎殿はよく刀を振るっていたものです。その雷の渦雲を睨みながら。巫女にお米を渡していただけましたか。ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流飲の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。
そしてとてもうまかったそれはよかったです。ああそうか、竜医の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。不死立ちもきっとゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びを一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は何と。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。